チャンネル登録者数がね、このセビロスーツチャンネルも10万人になったじゃないですか。で、皆さんからお祝いの言葉いっぱいいただいて嬉しいことなんです。まあ、どんなことであってもね、祝ってもらえるのは嬉しいことなんですけど、でも別にね、実際のところ、個人的にはどうとも思ってないですね。チャンネル登録が10万人いたからって、まあ、なんか再生数がすごい増えるわけでもないし、それよりも日々面白い動画を出せるかどうかのことの方が重要だし、日々皆さんの関心を引けるような内容を作ることに没頭しておりますので、動画の制作も追われているけれども、別に10万人いたからといって全く何もですね、心の中で気持ちが動くということはありません。じゃあなんでこの動画撮ってるのかって言ったらば、チャンネル登録が10万人になった時の心境を動画にするということは、視聴者の皆さんの中でも多分関心の高いことだと思うから動画を投稿しているに過ぎないわけです。つまり結局再生数稼ぎのために出してるだけなんですね。私自身は10万人登録が本当にね、どうでも思ってないですよ。鉄道チャンネルも今15万人ぐらいいるわけですよね。で、10万人になったり15万人になったりとかした時に、視聴者の皆さんからすっごいいろいろお祝いメッセージいただいたんですけど、本当にどうとも思ってなかったから、全く私コメントしなかったんですよ、そのことに関して。ただね、今考えるともったいないと思ってるんですよ。だって視聴者の皆さんはそんだけ興味があるわけじゃないですか。別に私が興味なくたって、視聴者の皆さんが興味があるんだったら、それに関して動画を出しておくべきなんです。そしたら儲かったね、もったいない、今から10万人登録のなんかお礼動画でも作るかって感じ でもね、そう、10万人登録のお礼っていうのはね、まあよくわからないんですよ。まあそのもちろん何周年とかね、私もなんとか線、鉄道のなんとか線の開業から今年で何周年ですとかいうことはありますけど、まあそれってこうよく言えば形をこう整えるためというかね、こういうことなんですよ、すごいでしょうみたいなこういうことはありますが、実際別に何年目でもいいじゃないですか。昔からずっと続いてるものがある、この路線が開業して100年ですけど、101年目だってその101年もずっとそこで鉄道路線が走り続けているのはすごいことだし、同じように皆さんが一人一人登録してくれることについてはありがたいと思いますが、その数が10万に達したからといって特にそれについてありがたいと思うことはありません。今後とも皆様一人一人を一応大事にしていく所存でございます。そういうことですね。もう言うことは言い終わっちゃいましたが、まあ、10万人登録のじゃあ数字についてちょっと説明すると、まあ、捨てハゲチャンネルを多分多くの皆さんもご存知だと思うんですが、あのチャンネル登録者が今7万人ぐらいいるんだっけ、まあ、結構増えましたよね。すごいなと思って見てるんですけど、あっちのチャンネルの方が登録者は私よりも随分少ないのに、再生数は昔から随分多いじゃないですか。で、それからこのスーツチャンネルをご覧いただくと、登録者は10万人いるんだけども、およそ10万人の登録者がいるような再生数を叩き出していないわけですよね。日々2万とか、まあよくて3万ぐらいの再生数でずっと低空飛行しています。まあそれでも私は全く問題を感じていないんで、むしろ、まあそれはもちろん再生数が上がるには越したことはないんだけど、その再生数を上げる努力は鉄道チャンネルとか旅行チャンネルとか他の部分でしようと思っているので、だから、セビロチャンネルは適当に何の努力もしないで思考停止で動画を出して、それでもらえるものはもらっておこうという方針だと前から言ってますからね。いいんですけど、登録者ってあんま関係ないですよね。じゃあなぜ捨てハゲチャンネルよりも視聴者の数が少ないのにうちのチャンネルの登録がいっぱいあるのかというと、多分鉄道チャンネルと混ぜて登録をされている方が多いんじゃないかな。まあ、あとは捨てハゲチャンネルを好きな人がね、普段の私の動画に興味ないんだけど、私が捨てハゲチャンネル関連の動画を出すとうわっと再生数が伸びますんで、それを楽しみにされている方も多いと思います。で、登録者の数って本当にね、関係なくてね、いや関係ないくはないんだろうけど、再生数の全体の再生数の、まあ、多くても3分の1ぐらいなんですよ、チャンネル登録者数はね、再生は。だから残りの3分の2は登録してない人が見てるんです。YouTube にはよく言われるんですけど、この残りの3分の2の登録してない層をチャンネル登録してもらうようにこう頑張ってくださいねみたいに言うんだけど、別に登録してなくてもいつも見てくれてるんだったらいいじゃないかと思うんですよ。別にチャンネル登録者数ってね、そんな、まあ確かにチャンネル登録者数10人とかだとちょっと箔が足りないところはあると思うんですが、まあもう何万人かいりゃ別にそれ以上のことは十分じゃないですか。まあね、あとは登録者数1位のはじめ社長とかそういうんだとまたね、それは登録者数を増やす価値も意義もあると思いますが、そんなに私はこう今更もう何ていうのかな、登録者の拡大をするということは関心がありません。で、まあ、あとね、チャンネル登録者5万人の時のセビロチャンネルの再生数が10万人になったからって再生数倍になってるかっていうと、なってないんですよ。これが別に増えてないんですよ。じゃあ動画出さなくて、動画で登録者ほんと増やす、ね、努力してもしょうがないんじゃないかと。まあ、それよりも、まあ、私はやっぱなんかこう少ない需要で、これ分かります、この特性というのはちょっとこう特殊なわけですね。で、鉄道チャンネルのところでも私はあくまで鉄道チャンネルで鉄道の案内人として登場しているに過ぎなかったのに、私の個性に興味を持って鉄道が好きな方の中で特に私の興味を持った人がいっぱい私の動画を再生しまくってくれてるわけです。ということは、この個性はどのような界隈に行ってもその界隈の中で一定の関心を引きつけるはずなので、あちこちのこう界隈にですね、こう首を突っ込んでいって、その界隈の中の、まあ、一部のこの性格、こういう
人間がお好みの方にこうこちらに来ていただくという方なんですね。こうあちこちで小口の商売をして、それでこうたくさん手元に現金を集めるということが、まあ、重要かなと思っておりますんで、まあ、あんま大規模化するつもりはないですね。だいたい鉄道チャンネルって、まあ、つまり鉄道チャンネル、背広スーツ、鉄道チャンネルとこの背広チャンネルと旅行チャンネルと、まあ、今作りかけのゲームチャンネルとあるわけですが、鉄道チャンネルが一番専門性が高いわけです。つまり一番お客さんを選ぶわけですよね。専門用語だって私は使っています。なるべく平易な説明をするようにはしていますが、鉄道チャンネルでの専門用語の使用を少なめにしています。で、その鉄道チャンネルの専門的な、最も専門的でお客さんを選ぶチャンネルが一番伸びてるんですよ。ってことは、まあやっぱりなんていうのかな、こう背広チャンネルのところでも、まあ、その努力してもっとお客さんを拡大するような方向もやった方がいいんだろうけど、ある程度の専門性があってもそのチャンネルはね、お客さんを選ぶような界隈でも意外と需要があるってことなんですね。それが分かったらね、大きい収穫だったかなと思います。じゃあまあそれぐらいかな。話すようなことは大体もうね、そんなに話す内容ってないんですけど、そうすると大体余ってるでしょ。まだ4分か。じゃあ10万人までの間のちょっとなんか振り返ってみますか。本当なんか達成したって感じはしないんですけど、銀の再生ボタンがくれるらしいですよね。あの銀の再生ボタン私もらってないんですよ。もらったら皆さんに動画にしてご覧に入れようと思うんですが、なんであの銀の再生ボタンをまだもらってないかっていうと、だからあれってね、年間に YouTube からこっちに連絡が来るらしいんですよね。でそれでその年間に何回かだけあるそのタイミングでこちらから申し込みをすると、一つのチャンネルではなく、多分一つの人格に対して一つなんだと思いますが、の銀の再生、エンブレム、商品みたいなものもらえるんですね。で100万人登録だとまたなんか別なんですよね。あとYouTube のなんですか、なんか公式チェックマークみたいなのあるじゃないですか。あれが何なのか分かんないです。まあ多分偽物を防止するためのやつなんでしょうね。私は多分そのレベルには達してないから、別にあまあその公式マークについても、ね、別に偽物だっていうのはそんな分かんないと思うし、別にいいんじゃないかなと思ってます。それからあとはね、銀の再生ボタンってそもそも分かります。なんかチャンネル登録10万人を達成した、まあ、YouTube クリエイターと YouTube で呼んで YouTuber という言い方はしないんですが、その YouTube クリエイターに対して渡される記念品のことですね。シャムゲームさんがね、動画復活したらいきなり10万人ちゃんと登録して即座に銀の盾をもらうとか、なんかそんなことが話題になってましたね。まあいつまでいるのか分かりませんが、まあそのあとはなんかあるかな。前あれですね、 YouTube がチャンネル登録者をなんか買ってる人、チャンネル登録者数って買えるんですよね。で、まあ、それは一応不正行為ということになってるって、規約では確か禁止されているはずなんですが、まあ、ともかく買えると。で、そのチャンネル登録を何万人を買うということをすると、まあ、確かにこう人がいっぱい来るんですが、それはやっぱりこう非アクティブなユーザーというの、ちょっとそういう専門用語を使うそうですけど、つまり登録をしてるんだけれども全然見るわけでもなく何の活動も見られないようなアカウント、つまり架空のアカウントを大量に作っておいて、それでボン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 こう登録すればね、そしたらこうチャンネル登録者数を不正に増やせるじゃないですか。で強く見せられるってことであるんですけど、この間 YouTube がそれ対策をやったみたいですね。で偽物のチャンネル登録者が、持ってる人にガッと減らされたと。だから Twitter でもありましたよね。フォロワーを買うっていうのはあるみたいですけど、フォロワーの数を多くして自分をすごく影響力のある人間に見せるためにそういうのをやる人がいるそうですが、それもツイッターもやってね、で大幅にフォロワーが減って、なんかその実は影響力は大したことなくて、ネット弁慶をしていた人が化けの皮が剥がれたりとかしててね、面白かったですが、うちのチャンネルはですね、幸いなことにそういうのはありませんでした。まあ、その何ですか、架空のもちろんその購入したとかそんなことは私はしてないわけですが、まあ、してなかったとしてもね、フォロワーを買ってないとしても、でもまあ非アクティブなユーザーが多かったら消される可能性がありますんで、ああよかった、みんな見てくれてるんだな。あとね、Google の人に言われたんですけど、うちのチャンネルは私の動画の視聴者、全ての動画の視聴者ね、1回でも私の動画を見たことがある人たちの平均の私の1人当たりの、まあ、つまり今まで私の動画を見たことがある人って全世界でなんか1900万人いるらしいんですよ。今すごくないですか、1900万人もいるんですよ。で1回でも私の動画見たことがある人が1900万人なんだけど、その1900万人が平均してなんか8回ぐらい動画を再生してるとか言ってた。でもそしたらさ、おかしくない？いや私はそういう説明になると思ったんですけど、チャンネル登録者数の話だったのかな。あ、違う、そうだ、じゃあ1ヶ月間だ、過去1ヶ月間に私の動画を見た人たちは平均して私の動画を9本見ている。そう、ごめんなさい、ちょっと今の1900万人の話は忘れてくださいね。
あのそう過去1ヶ月の間に一度でも私の動画を見た人たちの中でそれを全員集めてきて平均を取ると平均の私の動画の再生回数が 8.98 回らしいんですよ。これって相当すごい数字らしくて、こうリピート率がとにかくめちゃくちゃ高いんですね。私の元にこうガシガシ寄ってきて、であの数は多くないんだけど少ない視聴者がぐる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 こう動画を再生してくれるわけです。いやこれはね、これ本当ありがたいと思ってるんですよ。やっぱそんだけこう中毒性のある内容なんだなっていうのがよくわかります。の YouTube の、まあ、マネージャーみたいな方にですねお話をこの間もしたんですが、その時にもねまあ、信者とかいう言葉が結構回っておりまして、あの視聴者の間でももうこうブランドロイヤリティといいますか、まあ、ともかくずっととにかく私の動画を再生し続ける、私の動画ばっかり見ているという方が非常に多いんですと言ったら、あ確かにそうですねってあの数字を見てねお互いにこう笑い合うようなことがありましたけど、あの本当になんだ、私は超人気 YouTuber とかあの YouTube のトップ層とか、 あのなんか YouTube の界隈で君臨している存在だとかそういう風な認識は全く持っていないですが、しかし小規模ながら皆さんと共に充実した活動をさせていただいているという自信は強くあります。いや本当に、ね、あのそのことについて単純に非常に嬉しく思っています。ごめんなさい、ちょっと LINE の確認しながらね、そんな ありがとうございますが質問申し訳なかったとちょっと思うんですけど、まあ、こんな調子でも皆さん大丈夫でしょう。だから、まあ、10万人とかあの20万人とか30万人とか別に気にしなくていいんでね、あのそれはただの数字としか思ってませんから、あの別になんてまあ祝ってくれてもいいんですよ。祝ってくれた方ありがとうございました。でも、引き続き別に何も変わらないような、動画投稿を続けます。じゃあこんなところです。あのなそうか何も変わらないようなんですけど、あの昔の動画の方が良かったとかねおっしゃる方結構いるんですけど、そうですかね。私も自分の昔の動画見せて、なんこの、この発言はちょっとまずいんじゃないかとか、随分質の悪いこと言ってんなとか、あ当時は物も知らなかったんだなとか、ここ2、3年でも思うこといっぱいありますけどね。私昔の動画よりもね、今の方が絶えず良くなってるというふうに思ってますよ。まあ、昔の貧乏な時の動画が見たかったって、それは、それね、わかりますけど。うん。まあ、そんなところです。じゃあどうもありがとうございました。